鏡が終わっているよ。さすがに直そうかな。さすがに直してきていい？前髪が終わり散らかしてるから、ちょっと待ってね。はい、お待たせ。映ってる？あ、意外とそんな変わらん。なんか下ろしたとてみたいなところがありました。もうね、癖が今日はもう終わってて、おわおわのおわって感じなんですけど、はい、やっほー。ちょっと久しぶりにあれですね、皆さんと戯れてあげようかななんて理科姫が戯れてやろうかななんて。ビューティフォー、Thank you! Beautiful ってなんて返したらいい？ Thank you? Beautiful。戯れていただけるんですか？あれ？ちょっと待って可愛い仕事は癒し、頭抱える。可愛くないよ今日は。もうブス寄りのリカ姫おブスなのですわ。
姫としてはね、わお、かなり終わってる。そんなことありません。はい、割合拝見しました、ありがとう。そんな日ある、うん、今日かな。こうしたい。あ、これでちょうどよくなった。すぎるよ。どうも。でもね、ちょっとバレてるかもしれないんだけど、否めない昼寝感寝てたんだなこの人っていう、まつげのよれ方ちょっとはい、まあ寝てたか寝てたかって言われたら寝てたんですけど、どっちかっていうとね、うん、昨日の夜さ、昨日の夜全然寝れなくて、ずーっとずーっと起きてた。だからもう昼に寝るしかないんだよね、夜寝れないからっていうサイクルを今自分で作り上げて超後悔してるだってさ、昼に寝たら夜寝れないじゃん。昼寝最高よな。うん、ちょっと私のサボり癖で顔見せといたら仕事していいって本当ね、めっちゃ仕事してるんだけど、うん、おはよう、私も今起きたところ。なんかさ、常にそうなんだよね、なんか生きてるっていうよりかは死んでないだけみたいなそういう日々生きてるでっていう、そうよりかは死んでないだけでね。ちょっと本当に前髪うざい、本当にうざい。
世界で一番うざい前髪。ここがもうもはや寝癖がついちゃって大変だ。生きててくださりありがとうございます。なんか一生懸命生きるってことをしてないよね最近に至っては。なんかもうほんと死んでないだけ死んでないだけなんです。私のような価値のない人間はそうやって常に生きてるだけでらちいのよ今の世の中。いや生きてるわけじゃない、死んでないだけフフしかないんだけど。本当？でも2割に、なんか2割に会えたらなんかこう存在意義を見出せるんだけど、そう合ってないしね。だからみんなのせいだよみんなのせいだよ、どっちかっていうとね。すみません、会えてなくてごめんね、申し訳ありません。え、それはごめん、すみません軒並み謝り始める。いやでもなんかほんとイベントとかないとそろそろ干からびの舞って感じだから小ルームの配信は本当にありがたいです。え、だよね、わかる。しかもなんか小ルームで生き血を吸ってるここでお話しして。そうだよね、やっぱダメだ、なんか髪の毛がうざすぎてちょっともう集中できない。ちょっと待ってね。
よし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 、これでいい。ほら、なんでこんなに違うの？ドライヤーかけてきた。もはや根こそぎ行こうと思ってドライヤーかけてきたら意外とちゃんとなった。ほらね、こうやって数ミリ単位で変わっていくんですよ、女の子のビジュアルというのは。わかる？だからなんか男子はなんか家出るまで15分かもしれないけど、女子は大変なんだよね。そういうことを伝えたい、この配信において。あ、ちょっと待って、私インスタも更新しなきゃいけないし、実はやらなきゃいけないこといっぱいあるんだよね、実はね。めっちゃ白飛びしない？こうやってこっち向いた。このさ、カンカンって音聞こえる？聞こえる？これあれなんだよね、あの私の貝殻のなんていうの、上から吊るすやつがカンカンなってるだけ。こういうガーランドみたいなやつがなってるだけだから気にしないで。うん、このカンカンってなってるのは貝殻と貝殻が当たってなってる、なんかエアコンの風で。おしゃれなもの飾ってんのね。うん、海、夏が好きで海の貝殻とか、貝殻とディズニーで形成された家になってる今。こう見えてる範囲は全然そんなことないでしょ。割と大人なベーシックな感じなのかなって思うでしょ。うん、ネイルは今どんなデザインですか？それ気になる本当に。はい、爪だよーん。ミニちゃんのイベント意識で結構ピンク、ピンク、青みピンクって感じのピンクにしました。珍しい、私このピンクにすんの、イエベだから。シンプルなお部屋想像してたよ。でもディズニーと貝殻絶対可愛いね。シンプルなお部屋になった。今が一番シンプルかも。だって天蓋も外したし。じゃ、大人な女性になろうと思ってアイドル辞めたから。だからちょっと結構ベージュとか木の感じにして、グリーンとかも置いてるんだけど、グリーンはもともと私が新潟のベランダに置いてた、あのお花ゾーンに置いてたグリーンとかフェイクもあるけど、そうナチュラルにしてる。天蓋外しちゃった。外しちゃった。だって朝起きたらさ、天蓋にめり込んでるんだもん私、寝相悪すぎて。
リガちゃんのネイルインスタで拝見させていただいています。どれも可愛いですね。そうでしょ。めり込む。そう、天外にむにゅって、あの網戸に引っかかった虫みたいになるから、そう、そうなったら、あの朝起きたら網やみがねここについてるわけ。嫌でしょ。そんな推しメン嫌でしょ。で、なんかなんで外したかっていうと、まあ引っ越しのタイミングで、なんかでかいなって思ったのと、前の家の方があの寝室が広かったのよ。だからつけてたんだけど、ちょっともう服で圧迫されすぎてて、なんか布布布布みたいな、これ火事になったら一発で死ぬやつだなってなったから、ちょっとほんと外した。そう、てかね、私のね、なんかさ、あ、なんとですね、あれです、グラジャパさんで、アマゾンでも販売がありますが、リガメの写真集の話してる今。アマゾンとかでも電子版の販売はありますが、グラジャパっていうところで買うと限定カット付きらしいです。限定カットが付いてるのはグラジャパだけになりますって。らしいです。これはシュープレの、シュープレの話なのかな、私のあれの、もう グラジャパに変えるか、うん、グラジャパで買った方がいいらしい。でもね、ちょっと待ってね、今聞いてるから。グラジャパで買うか、うん、限定カットがついてるのはグラジャパ、アマゾンで買ってもいいんだけどっていう話だと思う。販売はあるけど、そっちの方が限定版のあれがついてくるよっていう、あ、シュープレのウェブ版らしいです。ん？どういう意味？シュープレのウェブ版？ちょ、むずいむずい、もうやだ、わかりやすく言って。わかんない。近所らで読みたい人は両方買ってもいいかも、手頃価格だし。うん、ねえ、私だってさ、宣伝したいのにさ、ちょっともう分かんない。はい、なんなら文言くださいって言っとこう。そのままツイートします。
めんどくさがりすぎ。はい、なんなら宣伝文言ください、そのままついて。私が今マネージャーに送った LINE ですけど。うん、だって自分で言うより絶対その方がいいんだもん。私じゃちょっと咀嚼できない、この怒ってる全てのことを。私下手なんだよね宣伝本当に。やばい、つむつむやんなきゃ。ガチャ回せなくなる。イベントいつまでだっけ、つむつむの。ずっとつむつむやってんだよね最近。つむつむドラクエ、つむつむドラクエ、ドラクエさ、メタルスライムが出なすぎてもう終わってる。あ、モンスターズ、スイッチのやつ。いつも怒ってるイメージある。そうでしょ、私なんだっけ怒ってるやつ、毘沙門天じゃなくて。憤怒してるから。メタスラは今でもレアですよ。もうね全然周回してもね出てこない。不動明王だっけ、不動明王なんで怒ってます。うん、ただねむずいドラクエ普通に。なんかスキル割り振りとかが結構なんか重要になってきてて。ちょっとだるい。難しい、頭良くないとできないあれ。王女様、はい、どうせ倒せん、倒すとかじゃないもん、捕まえるんだもん、スカウトすんの。そう、複雑なゲーム。トゥトゥル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 、楽しいよドラクエでも。あの長時間やるとちょっと疲れるけど、私酔っちゃうから、あの視点昔から大ヒットしてるゲームです。エレクトーンで全部弾けるドラクエのテーマ、メインテーマ。動きが何？何？動きが何？私さ、分かったよ。オレッツさんがなんで何言ってるか分かんないの。主語と述語がめちゃくちゃない時もある。うん、だからわかんないんだと思う。人に物事を伝える時は何々が何々、
で、あの余裕があったら就職後っていう何々がどうなって何々みたいなやつ必要だから。待って、恐怖案件かもしれない。また待ってね。大丈夫か、わかんない、どうだろう、大丈夫な気がする。緊急時は警察に通報してる。うん、そうだね、大丈夫。本当に最近危険すぎるから心配。わかる、なんか怖いよね、世の中がギリギリ生きてる感じがする。私も今日21日、20日か、20日ですか。そっか、今日は20日。でんて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 でん、土曜だった。今日土曜日、今日土曜日か。だからみんなこんな来てくれてんの？そういうこと？そういうこと？宣伝しようかな、久しぶりに。中井梨花さん全然宣伝しないから、オピメアート、
これかな。どうぞ。宣伝しといた。意外めだいから宣伝した。今回のピメアートも可愛いです。可愛いよね。これは誰だったかな、キンちゃんかなが作ってくれたよ。あのさ、誰が作ったか分かるようにさ、なんかどっかにさえ Twitter の ID 入れるとか名前入れるとかしといてよ。全然いいよ。アットなんとかって書いといて。自分の存在をもっとアピールしてアピールしてください。出た出た、グラビア写真集発売情報さんが書いてくれてますね。この Kindle じゃなくて、なんだっけさっき言ってたやつ、 Amazon じゃなくて、どこで買わなきゃいけないんだっけ。シュープレを、シュープレをなんだ、シュープレを、グラジャパさんで買えっていう話だって。なんか自分で言うのもなんなんだけど、リガ姫いい体してるからなんか写真で、写真ってさ、どう頑張ってもさ、なんかなんていうの、伝わらないんですよ。なんかそのなんて言ったらいいのかな、本当の質感だったりで、なんか顔とかも写真ってどうしても盛れないじゃん。やっぱ動いてる本物の鏡にあった方が可愛いと思うでしょ、みんな。結局そうなんですよ、本物見た方が可愛いんですよ。だから動画の方が可愛く見えるかもしれない、もしかしたら。で今までその YouTube とかでシュープレさんね、その水着着たのを写してもらったことは何回かあったんだけど、こんなに長い DVD になって
こう出るっていうのが初めてなので、そう、よかったらぜひ見てください。リカ姫が、あ、でももうこのリカ姫はいないです、もう太りました。油断するとすぐボクボク太っていくのであれなんですけど、ぜひ見てください。買います、買って買って、嬉しいです。はい、来週だもんね、22日ん？あさってじゃね？あさってか、いや違う、あさってだ。え、今日さっき20日って言ってたよね、あさってじゃん。もうすぐだね。ぜひぜひ見てください。動くリカ姫割と可愛いです。なんと、なんかこんなギリギリに宣伝して申し訳ない、もっとなんかちゃんとしたらよかったけど、なんか私もよく分かってなかったか、本当に出るのかなって疑ってるぐらい疑ってた。なんなら、なんなら、うん、ドッキリかと思ってた。なんなら、さすがに疑いは晴れたが、うん、出るみたいだしね、ちゃんとなんかちゃんとしてた、意外と。シュプレさんに感謝、そう、感謝ですよ。何？あー、お、待って、明日発売なのこれ。なんだ、ベルか。ルル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 ル、ラプンツェルを出せ、ラプンツェルを出せ、ルル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 トゥルルルルルルルトゥルルルルルトゥルル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 、
ラプンツェル大好き。ラプンツェル愛を語り始めたらもう止まらなくなるんですよ。ラプンツェルっていうのはまず塔の中に閉じ込められてた。そう、とんでもない毒親、かっこ偽物によって本当の父母もなんかもっと本気で探せよって思うんだけど、私的にはね。でも、うん、とんでもない毒親かっこ偽にこう閉じ込められてたわけよ。でもうなんか自分のためだけにラプンツェルの髪の毛の能力、若返りとか治癒の能力を使ってたの。うざいでしょ。そしたらある日突然、ラプンツェルは見てて知ってたんですけど、自分の誕生日になったらたくさんランタンがお城の方から上がってるんですよ。それを見てたんですよね、ラプンツェル。であれ見に行きたいな、あれなんだろう、もしかしたら私の誕生日に上がるから私に関係あることなのかなってうすうす分かってきてた。やっぱ年頃になってきて。そうで、ある日、ラプンツェルは外に出るのを禁じられてるので、お母さんが代わりにご飯取ってきたりするんですよ。絵の具持ってきたり、塔の中で退屈しないように。でそのお母さんに絵の具を頼むんです。絵の具買ってきてって、絵の具取ってきてって、あれ遠いところにあるから大変なんだけどって言うんだけど、でもお願い、お誕生日に絵の具が欲しいのって言って、もうお誕生日までね2日ぐらいに迫ったところで友人がバーンって入ってくるんですね。でどうしたんですかってなったら、友人がなんとヌスッととして、ヌスッとと協力して、そのお城にある王冠、ラプンツェルのティアラを盗んでたと。でそれがこうティアラと共に突入してきたんですねっていうところから始まるストーリーなんですけど、でも私はなんかそれまでってその王子様ね、シンデレラもアリエルもベルも、ベルはちょっと野獣だったけど、もともとはめちゃくちゃ王子様だったわけじゃないですか。で、まあ、あまりにも傲慢すぎて野獣に変えられてたっていう。でも元はといえば、まあ、高貴なでというか。でまあラプンツェルもお姫様だけど、まあ、閉じ込められてて、友人は王子様じゃないんですよ、盗賊なんです。だからちょっと悪ヤンキー、うん、そうそうそうっていうのがあって、やっぱちょっとえこんな人とみたいな感じなの。でも話を聞いていくと、やっぱユージーンにも過去があって、そう盗みはいけないことですもちろん、だけどなんかそうならざるを得ない過去があったと。そう、友人フィッツハーバートね。まあそのラプンツェルと最初に出会った時はフリーライダーって、名乗るんですけどフリーライダーっていうのはもともと友人が憧れてたやつで、そう、そう王子様じゃないのがまずいい。なんかどうせ王子様ってそのなんか高貴な身分で会いに来るの待ってるだけ。シンデレラの王子なんて最たるもので、なんかシンデレラは苦難を乗り越え、やっとそのなんだそのママ母とかにいじめられてなんかふんってなってるところにメアリーゴッドマザーが現れてなんとかしてくれたわけじゃないですか。まあ、それまでねシンデレラが頑張って耐えてたっていうのもあるけれど、だけどそれでやっと会いに行けて、であいつガラスの靴持って探しに来ることしかしてないからね、ストーリーにおいて。でも友人は一緒に旅をして
ラプンツェルに見せてくれたんですよ。でその一緒に旅する中でラプンツェルの自由奔放さとかちょっとメンタルが不安定なところとかなんかそういうなんかその天真爛漫さに惹かれていくっていうのがまず素敵じゃないですか。でも王子は一回見て一目惚れて、あ、可愛いやん、ねえあいつどこ行ったん、12時回った瞬間にどっか行ったけれどもってなったわけやん。そんなんなんかさ、ただのさ顔ファンやんシンデレラは確かに顔が可愛かった、じゃあシンデレラの顔が可愛くなかったら探してくれないんですかっていう話になるじゃん。ちょっと嫌なのよねそういうところが。でもラプンツェルは別に最初に会った時ユージーンは俺の方がイケメン、その俺に惚れるならどんな女でもみたいな感じで話しかけるので、ユージーンってどうやって作られたか知ってますか？ディズニースタッフの理想の男性、女性スタッフのね、ディズニーの女性スタッフの理想の男性像を詰め込んだらああなったんですよ。だから分かれーって感じじゃんちょっとナルシストでみたいな、自信家でみたいな、だけど闇のある過去もあってみたいな。そうだからやっぱ王子様を求めてはないんだよね私たち女は知ってた？だって白いパンツ履いてる男嫌いだもん私、好きにならなおさらなんか嫌いだもん普通に。なんか高貴な身分だからってこうなんだろう、シンデレラもさなんか探してなんかじゃあシンデレラが王子様のことタイプだったからよかったけど、タイプじゃなかった時どうするわけって。シンデレラの王子なんだっけ、エリオットだっけ、違うなんだっけ、エリオットじゃない、エリオット龍なんだっけ、うん、白馬に乗ってきてほしくないの、え、ちょっと大丈夫、ユージーンはマックスっていう白馬に乗って最後登場するんだけどあそこでやっとこう王子様っぽさを出すっていうね、そこがいいよね。でマックスもマックスでちょっとあの一癖あんのよ、馬なのにそれ仇だったの、なんかそのお城の馬だから。そう最初はティアラを盗んだ友人のことを追いかけてたのに、あの馬いいキャラ、そうめちゃくちゃ探し回ってるところでね、ゴーテルにバレて、ああお城の馬ね、誰が乗ってきたのよラプンツェルってなるんだけどこれ一言一句合ってます多分、はい、あの日本語吹き替え版で見てくださいぜひああお城の馬ね、誰が乗ってきたのよラプンツェルってなって引き返すんですよ。絵の具探しに行ってたねゴーテルね、うん、でもなんかすごい素敵なんですよ、かったら見てください一番はやっぱそこですよね、見ないとことには始まらないですから。いつか見てますね、はい、ぜひ見ていてください。でもラプンツェルが一番やっぱ好きだし、なんか私のなんて言うんだっけ、そういうやつってなんて言うんだっけ、
バイブルだっけ、なんだっけ、なんか、うん、なんかね、ラプンツェルはね、情緒不安定なところがリカヒメと似てるあ、そう、あと箱入り娘なところもわりかし似てる、自由な奔放なところもな、そうそう、パスカル？パスカルはカエルじゃないですよ、カメレオンです、カメレオンよラプンツェルも言ってるので めちゃくちゃ行きたくない仕事の時にラプンツェルを大音量でテレビで流しながら準備するのが好き、うん、めちゃくちゃ行きたくない仕事ってあるんですよ、私にだってバラエティの収録とか来たねーなーみたいな日あるの、そういう時にこうラプンツェルを流しておくと気分が上がる、うん、テンテテン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 、そう。え、ラプンツェル見たくなってきた、でもこの時期はアナ雪見るのも好き、冬はねやっぱアナ雪見たくなる、そう、アナ雪2は絶対に飛ばすところがあって、クリストフの歌のところなんだけど、もうほんと私ねクリストフにイライラするこういう人多分多いと思うんだけど、イライラするんだよね普通に、長いんだもんだって、お前の歌弾いてみたいな、なんかそのアナとエルサがさ、めっちゃ大変な時にさ、なんか自分がアナにプロポーズすることしか考えてないのも腹立つし、なんか無神経だなって思うし、なんか普通にお城でさジェスチャーゲームみたいなのやってたじゃん、あれとかもさ、なんかアナとエルサのさ城なのにさ、もうなんかあいつただの氷売りで、別になんかあのアナにこうなんだ気に入られたから、こう なんていうんだ、そのなんかお城に入れるのにあまりにもくつろぎすぎてて、なんか身の程わきまえろってなるし、なんかもうなんか常にイライラするんだよねうん、常にイライラする、うん、私ああいう人は無理かもしれない、だって常にだって好きオーラも出てるじゃん、なんかこう追いかけられる感じだるいね、だるい
やっぱちょっと違うんだよね、タイプじゃない普通に考えて。顔もあんまりタイプじゃないし、なんか普通に、なんかそういう面ではユージーンと対照的だよね。あとアナ雪の中だと私は割とエルサ派なのね。エルサの方が好きなの。エルサの方がやっぱ長女メンタルかな。長女メンタルだからか知らないけど、私はあのエルサのなんか誰にも会いたくないですみたいな感じもすごくわかるし、今ほっといて一人で頑張れるみたいなのもすごいわかるし。まあどっちかっていうと私はエルサなんですよね。私の本質を分かってる人は多分エルサっぽいなって思うんですけど、あの表面上だけ見てる方人たちはアナに似てるなって思うんじゃないかなっていう。やっぱなんか一人の時間万歳みたいなとこあるじゃん、エルサって。いやなんか城にいっぱい人いてうざいわ旅でよみたいな、なんか道の旅イエーイみたいな。あの気持ちめっちゃわかるもん。無理、普通に一人にしてほしい、一人の時間が必要。なんかみんなとああいうなんかジェスチャーゲームしててもスンってなるのもわかるし。なんかさ、そういう時ない？みんなでワイワイ盛り上がってる時になんか一人だけめっちゃ客観視してなんか早く帰りたいなみたいな。ね、私ぶっちゃけると NGT の特別配信とかいつもそんな感じだった。一番私が喋って一番私が回さなきゃいけないのよ。あれって結構裏回し的な人物が結構重要で、あの盛り上がらないんですよ、そういう人がいないとね。やっぱ進行に任せちゃうから。で進行は割としっかりした子がやるでしょ。そうするとふざけちゃいけないみたいな厳かな雰囲気漂ってて、あんまりこうふざける人も現れないみたいな。だからなんか私がなんか結構空気ブレイカーでやってくみたいなところあったんですけど、あの配信の時とかなんかもうぶっちゃけ言うともう早く帰りたいなって思ってました。なんで私がこれ全部やんなきゃいけないのって思って。でなんかコメント欄もやっぱりリカちゃんいたい盛り上がるよねみたいな、なんかリカちゃんいたい大丈夫だよねみたいななるのよ。やめてくんないって思って、そういうのがね嫌だったから卒業した。私一人で任せるな、だるいだるいだるい。うん、結構でかいその部分。今どうなってんだねえ、知る由もないけれど、まあ、でも頑張ってんじゃない、大塚さんとかあたりが、ななみとか頑張れそうじゃない、レイニャーとか。レイニャーはねでも人がいたらね頼るんですよ。だから私とかがいたら割とこう任せるんです。で流れで面白いところ来たら乗ってくれるんだけど、でもやっぱ人がいるとき任せがちだよね彼女は。
気づいていたんだよ私は。うん、そう、なんかその自分に振られて面白い波が来てる時は全力で乗っかってくれるんだけど、だからすごい、だからブースターとしてはすごいありがたいんだけど、うん、火起こしまでは人に任せてる火起こした後のふーってやってこう火を盛り上がらせるのはすごく得意なんだけど、うん、そういうところあるよあの子は様子見てるみたいな、今だって時に来るみたいな。一期生のその辺の嗅覚ねえ、わかる、なんか私のターンだってなった時のさ悪ノリ感やばいよね。だからそこが一期のいいところなんだけどね。ただ火起こし誰もやらないんだよねだから大体私がやってんだよね大体私がね場を温めてる。そうそう、盛り上げて盛り上げていいところだけ持っていけるんですよあの人たちは。私は土台を築くタイプなのでそうそうそう、だからなんかそういうタイプが多いよね。スンってなるんだよね、なんか急に我に返る時がある、脈略なく。やっぱ私の思考回路ひねりちぎられてるかもしれない、誰かにその可能性が大いにある。あれ何あげようとしてたっけ私この後。あ、物撮り、物撮りあげようとしてたんだ、これだ。ですね、これで、ディズニー、あとなんだっけ、ディズニースイーツ、違うわ、なんだっけ、あディズニーフード、オッケー、でこれをこうして、これ何ですか、イーストサイドカフェ、イースト、全部言うあげる前に全部言う、イーストサイドカフェのミニちゃん、ミニスペシャルメニューだ、スペシャルメニュこれをさ、一日で食べてんのやばいよね。
でも全部食べきってんだよ、やばくない？ディズニーでディズニーで物残したことない、マジで。私がさ昨日ぐらい乗せてたさミニーちゃんのカチューシャのクッキーあるじゃん、あれおはぐろになるのね、めっちゃ唇の周りが真っ黒になるなんかアイシングクッキーが黒色なんだけど、それのせいでなんかめっちゃおはぐろになって、でどっちかといえばあまり大きい声では言えないけど、別に味としてはそのなんだろうな、うんって感じなんだけど私は全部食べました、頑張って。うん、まあクッキー好きだしね、意外と。ありゃ、これはちょっと編集ですね、これを捨てて、刺しました刺してくれてありがとう。そうなのよ、これどうやってやるんだっけ。あーもう分かんなくなった、動画って本当に難しいよね。背景、背景、この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。ドゥ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 、なんとかかんとか、なんとかかんとか、悩みの種があるのです、ドロロロ。未来の自分に当てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで、なんとかかんとかな時は誰の声を信じ歩けばいいの。なんとかかんとか、なんとかがボロボロになって何にもわからん今を生きているなんか崩壊したえ？何？なんてれんてれれれれれ、一日で食べ過ぎなんだよね、どう考えても。これ一日で食べたんですか、本当に食べましたかって言われたら別に証拠出せるわけじゃないけど、食べてるんだよね本当に。シュー、あれシュー、あれシューできない、なんで、なんでシューできなくなった。なんでシューできなくなったんだ。あ、来た、ボロボロになったちょ、インスタ今更新しててごめんね、ねえごめんね、
別にさ、違うよ、インスタを更新したかっただけだろ。ごめんね、なんか。あ、また変な人から DM 来てる。無視してやる。なんかここにさ、なんかいる。あ、これだった。なんかモワモワしたんだよね。え、なんかさ、ねえ聞いて。なんかさ、たまにさ、最近さ、うわってさ、なんかクモの巣、絶対クモの巣じゃないところでクモの巣に引っかかったみたいになるんだけどさ、それさ、なんかお化けのところを通った証拠なんだって。なんかさ、ずっとさ思ってたけどさ、私さ、年々霊感高まってきてる気がする。たまになるよね。え、絶対に、だってこことかここに何かあって、そこに蜘蛛の巣張ったんだ、わかるじゃん。何にもないんだよ、蜘蛛の巣の糧になりそうな障害物なのに、こうふわってなんかうわってなるの。それなんかお化けらしいよ。そろそろ見えるようになるかもしれない。でも見えたとてだな。なんか何？これ炎上してるの？なんか何かとお寿司屋さんのが流れてくるんだけど、お寿司屋さん今炎上してる？あー、なるほどね。お客さんがあれ系か、これは。高いお寿司屋さんとかってさ、なんかどう食べたらいいんだろうってならない？え、これどうやって食べるんだろうみたいな。なんかさ、手で食べないといけないとかさあるじゃん。とかなんかシャリに醤油つけちゃダメみたいな。むくない？なんか普通にスーパーでお寿司買ってきて家でゆっくり食べたいんだけど。
ごめんね、なんか貧乏根性で。緊張で味わからぬってなる。いや、なんか帰って後から振り返ってみたらまあうまかったなってなるけど、なんかいや緊張とかっていうよりどうやって食べたらいいんだろう、わかんなくて隣の人ガン見してなるほどねってあなるほどねって思いながらこう食べるのがちょっとめんどくさいあちょっとめんどくさい目パキパキですよね、目パキパキになるよ。あー学ぶ隣から。えあるじゃん、でもなんかそういうのガリがガリになんか手をつけ何品目まではつけないみたいな難しいけどなんかそういうのありそうじゃない？だから怖くてさ、なんかガリ好きなんだよ私ガリ好きなのに食べれないあの感じちょっと嫌だなって思っちゃう、好きあらば食べたいガリを。なんかさ食べ方言ってくれたらいいよね、そのまま食べてくださいとか、はいありがとうございますってお醤油ついてるのでそのまま食べてくださいとかって言われたら、ああそうやって食べればいいのかってなるけど、ガリ使って軍艦に醤油、そらほらそういう人もいるんだよ。だからさむずくてさ、それが作法なのかなとかって思うじゃん。それも難しいよね、めんどくさいって言いそうになっちゃった隣見てたらさ、なんかあのどの食べ方が正解なんだみたいな。くら寿司は大根の、そうなの？くら寿司でガシャポン回したいんだけど、皿10枚5枚だっけ入れてガシャポン回すためだけに必死になってお寿司食べたいんだけど、私としては申し訳ないけど、楽しい。別になんかガシャポンの内容が何でもいいんだよ、回せる権利がもらえるっていう、そのなんかそれだけで楽しい思考がクソガキ。高級料理屋さん堅苦しくてだるいな。なんか別にさあ、なんかお寿司連れて行ってあげるよに、なんかやったーとはなるか、お寿司好きだもんね私なります、ごめんなさい、なります。だけどやっぱなんかそういう時しか食べられないって思うからこそ、いっぱい食べたいのにちょっとずつ出てくるじゃん、わかる？なんか私は早いうちにバクバク食っておかないとお腹がいっぱいになっちゃうから、なんか
そうで、なんかそのなんだちょっと通みたいな人と行くとさ、日本酒出てきたりするじゃない。もうなんかダブルでお腹いっぱいになっちゃって、なんかどっちも中途半端になるのが嫌で、どっちかに集中したい。酒か寿司か酒を飲むなら先に集中させてくれっていう。そうで、なんか一貫ずつさ、すごいところだとさ、一貫ずつさ、なんかその日本酒一口ずつぐらい出されてさ、こうなんかこれに合うなこれですみたいな、なんとかの何々ですって出されて、はぁ、あ、はぁってなりこうなんかまあ合うかでまだ残ってんのにさ、次のが来ちゃってさ、なんかもうここにグラスいっぱい溜まるみたいなうん、え、わかる。なんか普通にあのあれだよね、粉で入れるさ緑茶あんじゃん、寿司屋さんに、回転寿司屋さんとか、あのお湯でゴーって入れるやつ、あれで、あれをこうなんかドロッドロの濃いやつにして沼みたいなお茶飲むのが好きなのに、なんか沼みたいな、ヘドロみたいなお茶飲むのが好きなのに、あのそう、なんかえ、日本酒出されてもな、なんかそのなんか高い日本酒なのは分かるし、お寿司と合うのもまあ分かる、うまいうまいけれど、なんかたまにでいい、マジで。そのなんかたまにでいい、1年に1回とかでいい逆に1年に1回は高い寿司に行きたい。うん、でもリガイメバカ舌だから何でもいいうまい寿司うまいってなるよ。でも別に安い寿司でもうまいってなるごめんけど寿司うまーってなる。ありがとう。もうごめん、そういう勝負。逆にデートで回転寿司誘うのはどうなんですか。え、めちゃくない？めちゃいいんだけど。普通に焼肉連れてかれるよりいい。なんか頑張って焼肉連れてかれるより回転寿司でいい、マジで。え、だって焼肉食べられないもん私。なんか美味しいって食べるだろうけど、そうなってみた時には。格付けは間違い、格付けなんて一生映れない、テレビに映す価値なしのところに一生いると思うよ私。カレーなのに美味しい、うまいよな。てかなんか多分富山で育ってきてるから、富山の回転寿司ってマジレベル高いんすよ。だからなんかそっちをこう考えてるから、新潟もそうだし、なんかみんなが思ってるのとちょっと違うかも、もしかしたら。みんなが思ってる回転寿司と違うレベルを想像してるかも私は。一応ね、富山の女なので。そうですよ、全国お寿司美味しいランキング1位の県ですからね、富山。なめんじゃねえって話いやでもだからこそなんか分かんなくなっちゃって、そのなんか基準が、
なんかお寿司屋さんってさ、出身聞くんだよ。言いづらいもん。富山ですいいお寿司屋さんってさ、なんか大将とさ喋ったりするじゃん。それでなんか、どこ出身なんですかって言われた時にすごい言いづらいもん。富山ですああ、じゃあ美味しいの食べてらっしゃいますねってもう言われる、絶対に。富山はお魚美味しいですもんねって言われる。でもなんか私お寿司屋さんにもう違う人だよ、違う人に何回か言われたことあるんだけど、お寿司食べるの上手ですねって言われなんかお寿司好きなのが分かりますって言われたことがあって、綺麗に食べられますもんねみたいな言われたことあるよ。お寿司はね好きなんです本当に。だけどなんか本当言いにくい。富山って言いにくい。でそのなんか多分毎回のその反応でわかる。本当に美味しいんだ富山って。でもいつもいるからわかんないけど、うん、リカ様は品のいい箱入り娘でいらっしゃいますから実際本当に美味しかった女富山。美味しいよね。でかい目でもね、あれだよ、シャリにシャリがボロボロに崩れるぐらいまでお醤油つけるの好きなんだけど、高いお寿司でそういうのできないじゃんだから回転寿司は回転寿司なりの楽しみ方があるよね。でドロドロのヘドロみたいなお茶飲めるし最高なんだよね、それはそれで。いやだから多分なんか偏食なんとも、普通に味濃いの好きだから醤油ビタビタにしたいんだよねでもさ番組とかさ、そのなんか高いお寿司屋さんとかだとそういうのできないじゃん、お作法的に。だからなんかお上品に食べるように心がけてるけど、いやだってもう本当にねドロドロのお茶が好きなの。すっごいもう粉食った方が早いんじゃないっていう粉食った方が早いんじゃないっていうぐらいのお茶が好き、うん、リガちゃん何かと粉を食べがち。え、粉うまいよな。あのミルクの粉とか大好きだから。なんだっけミルクのクリープクリープ私ガブガブ食べれる。赤ちゃん用の粉ミルクめっちゃうまいの知ってる？赤ちゃん用の粉ミルク私ちっちゃいこういう小皿に入れて食べてた弟がさ生まれたばっかの時とかあるじゃん、あれ好きで
クリープ食べたことない？そのままめっちゃうまいよなんだこのうめえ粉って思うから、クリープが雪みたいに降ってきてほしいなって思ったことあるもん。毎日そんな妄想ばっかりしてた。小学校からの帰り道、クリープ降ってこないかな、クリープが降ってきて校庭にクリープまみれになって食べ放題だったらいいのにって思ってた。それぐらい好き。なんか一時期クリープをクリープのまま食べすぎて、なんか体から赤ちゃんの匂いがしてた体から粉ミルクの匂いがするみたいな、なんか赤ちゃんみたいな匂いするんだけどみたいな時があったねうん、めっちゃ食べたら、ね、でもね、なんか糖尿病になるからやめなって言われて、なんか1日食べる量を決められたんだよね。で、私でも本当に偏食だからハマったらそれしか食べられなくなっちゃって、そうだからなんかトリガーがあったら他のものもいけるんですよ。だから例えば番組とかで食べなきゃいけない状況になったら食べるじゃん、それでハマったらまた次それしか食べなくなるみたいな。そうだからスプーン3杯までにしたんだ、それからは。ではなるべくこう大盛りによなるべくこう大盛りにしてこうやる。めっちゃうまいんだよクリープって、知らないでしょ。でもよい子は真似しないでねですよ、マジで体臭赤ちゃんになるからめっちゃ至るとこからクリームの匂いがするみたいな。うん、クリープが雪みたいに降ってきたらいいのにって毎日思ってる。大好き。でそれに似た味のお菓子を見つけたの。でもなかなか売ってない。カルディにたまに売ってるんだけど、あのオートミールのこういうミルク味のちっちゃい、なんか赤ちゃんとかのお菓子にも食べれますみたいなやつなんだけど、それがめっちゃその味なので、それだったらいくら食べてもいいと思って、でもリカ1日で1袋食べきっちゃうからご飯それだけみたいな時があるからよくないんだよね本当に。うん、赤ちゃんミルクみたいな味好きなんだよね。そう、バランスのいい食事を、無理、絶対無理、私にそんなこと求めないでほしい。じゃ あの誰か献立立てて毎日作ってくれたらちょっと食べるけど、もうめんどくさい、一個のものずっと食べてたいもん私本当に偏食すぎて、マジで。赤ちゃん用の白いおせんべい、ミルクせんべい、ミルクせんべいにも一時期ハマってた時がある。あ、ジャムでさ、顔とかかけるやつでしょ、あれめっちゃうまいよね。あれにもハマったことあるの私、あれから抜け出せなくて、本当に2ヶ月間ぐらいずーっとそれ食べてた。新潟の一番最初のクソ狭いマンションでそれしか食べてなかった。マジでこんないっぱい入ってるやつあんのよ。
献立立てて作ります。作らせてください、ぜひ。頼む頼む、マジでマジでマジで作ってくれ。そしたらリカそれ食べるよ。でももう無理、私は誰かに多分養ってもらわないと生きていけない性格なんです。めんどくさい、全部もう生きてることがめんどくさい。なんで生きてなきゃいけないの代わりに生きてくれよ誰か。あれめっちゃ美味しいね。であれも制限かけられて、もう食べ過ぎ、食べちゃダメで、そればっか食べてて、なんか鼻血が止まらなくなった時があって、それのせいか知らんけど、なんか鼻血が止まらなくなった時があったのだからなんかもう食べられなくなっちゃった。うん、うん、バブすぎるねってコメントしたのに。え、バブだよ、私はバブです。あ、お湯には溶けません。入浴剤ではありません、本品は。いやでも本当にね、偏食なのマジで。偏食の中の偏食、偏食を極めし偏食の民。最近は何にハマってるんですか？最近はこれだよ、スタバの、なんだっけ、ジャンドゥーヤだっけ。リカティアが溶けたお湯に入れる特典券どこ？それやばいね。それやばいね。なんかいかがわしいね。おしもティック？おしもティックなことってこと？変態なんだ。でもさ、推しメンと一緒にやめとこやめとこ想像されたら困ると思ってやめた。うん、あぶねえ。想像されたら困るなと思ってやめた。リカさんはブレーキ偉いのであります。リカさんブレーキ効くようになった大声出た、大声でもそうだよな、推しメンと何かをこう、じゃあ例えば推しメンと一緒にディズニー行く権利とか、あったら買うよな。この調子でオブラートを手に入れてほしい。オブラートはね、手に入れたところでね、食うから、オブラートだけで。だからもう意味ないオブラートうめえっつってオブラートだけで食うから、
迷わず買うね。ね。オブラート食べられちゃうから。そうだよ、オブラートだけで食ってるから。オブラート梅はあまりにも変色ないだから。あまりにも変色って言ったじゃんさっき。変色の民なんだよ私は。おしめと一緒にバンビアッチョしたいな。アレッタ、アレッタだっけ、私の可愛いアレッタ。なんかさ、恥ずかしくてギリ買わないかもみたいな権利のなんですか。恥ずかしくてギリ買わないかもみたいな推しメントできる権利だった。何、そう、絶妙だ。ない、なんか本当は、本当はなんか、いや一緒にそれをしたいんだけれども、恥ずかしくてギリ買わないかもみたいな権利。自分の両親に挨拶してくれる件は辛い。それはちょっとさ、こちらとしても気まずいよね。うん、推しメン側も気まずいと思う。私がオタク目線で考えたらなんだろうな。え、ご飯もや、私嫌かも。ちょっと逆に恥ずかしい。買わないかもご飯。推しメンと食事券絶対無理。恥ずかしくてご飯食べられない。なんか無駄にフォークとか落としそう。食べ放題とかでやだ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 、絶対やだ。だって何食べてるかとかも見られるわけでしょ。無理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 。食べてるとこは見られたくない。食べてるところは見たいけど、あ、そう、推しメンの一方的に見られる権利だったら買うかもギリだけど、私一緒にご飯はちょっと無理かな。私結構 NG かもしれない。うん、だって1時間デート券でもギリ買わないと思う私。はずいはずいってなる。30分なら買う。30分なら買う。高級寿司以上に1位を一緒にご飯を割りたい。嫌だよね、わかるわその気持ち。1時間も耐えられないのちょっと、いやわかる、1時間無理だよ私。1時間一緒にいて何話すんだろうって思う。普通にコミュ障だし、なんかそれでがっかりされたくないし嫌われたくないから、ご飯でも結構無理だけど、まずデートでも無理かも。30分かな、30分で、ど、1時間でどんなデート、え、1時間あったら割と何でもできるくない。水族館一周はできるよ。ただひたすら向こうの話に相槌を作るしかできない。そうそう、そうなってつまんなこいつとも思われたくないし、なんかそうだねみたいな。最強の可愛い子ぶりっ子をしたので耐えれるのが30分。最高に猫かぶった状態でいられる自分でいる、耐えれるのが30分っていう感じかな。ハムボになるのやめれる。ちょっと無理。ハムボといえば可愛いみたいなとこあるから。
1時間ずっとヘラヘラして終わりそう。え、だから1時間は無理。多分1時間も猫かぶってられない。途中でなんかうわーキャーとか言ってくしゃみするだから30分だったらギリさみたいなできるかもしれないけど1時間はちょっともう無理。気が晴れないそこまで配信でしてるくしゃみをしてしまう気がする。うん。え、そう、呪詛まで言う。水族館に響き渡る呪詛。呪詛までやっちゃうからちょっと無理かな。ヘクシャンの様だねまだだだだだって呪詛を唱え始めるからちょっと無理かも我慢できない。え、そしたらもうおしめに、はこいつやばいって思われて終わりじゃん。え、30分かな。でもそう考えたらさ、握手券さ150枚出しとかしてた人やばくない？すごいなって思う。押し目と握手したままさあ、え、150ってことは1500秒でしょ。1500÷60は押し目特急呪物かもよ。成仏してしまう大丈夫、私が特級呪物だから。どうも、リカです来いリカって言われて、あれすごい不服だったわ。やめてほしい。織本リカです、こんにちは。あ、織本だっけ、織本だっけ。25分で草。いや、だからほぼ30分じゃん。150枚出しで25分握手したまま喋ってたってことでしょ。私やばくない？すご、逆にすご、自分のファンと30分握手しながら喋れるのすご。あ、今過去の自分に感動してる。本当にお骨くん見るたびにゆーたーめーなあ、さすがだよ。やっぱリカって名前ってメンヘラになるのかな。死んでもなおってことでしょ。今2時間半。配信はいいよ、もう配信なんて永遠にできるよ。だけど人と会って喋ることってすごい体力使うからね。だからなんかそれでも昔の私マジ体力あったよ、すごいなと思う。だって手つないだまま喋ること何？じゃあ何喋る？話題触れる？しかも推しメン日々のその稼働により鬼疲れてんだよ。で、まあ、まとめ出しだから最後の方に回されてみんな片付けが始まってんの。これ実はねめっちゃ疲れてる。なんかこうやってニコニコしてるしかないのよ私は。もう、うん、そうだね、ありがとう。何喋るの？すごくない？逆にすごいわ。本日はお日柄をよく何らかの祝辞始まってるやん。
いやあの時の私すごかったな。なんか一生中身のない話にうんうんって言ってた気がする。そうだね、うんって言ってた気がする。おもろい話だったらいいけど、なんか一生なんか俺と付き合ったらどういうことをしてあげられるかみたいなことをプレゼンテーションされるよ。それに対してえーすごい、そうなんだ、えーそうなのって言ってた気がする。でかっ声。ちょっと私の拍手でかい。うん、辛すぎ泣いてる。いやそんなんだよ、アイドルってすごいよね。何それ鬼だるいじゃん。そうだよ、で周りもみんな片付けられて、私一人でバスで帰るんだよ、全員用のでっかいバスで、みんな送り届けて戻ってきたバスで。なんでもう楽屋も全部撤収されてんの、悲しくなるよね。で電気も消されて、私のレーンのところしか光ってないみたいな。そんなこともありました。大変や。全然いいんだけどね、なんかその時はさ、だって CD をそれだけ買ってくれてる人だし、なんかありがたいなって思ってたけど、でも今考えたらすごいなと思う。普通にうん、握手会自体はなんかなんだろうな、別に変な人じゃなきゃ全然楽しいのよ。変な人じゃなきゃね。でもこれ言っちゃうとあれなんだけど、8割方変な人だから。だからまともな人がすごくまともに見えるわけ。そういうこともあったよね。ねえ。みんなオタクだからね。まともな人でって、いやオタクが別にまともじゃないって言ってるわけじゃないんだよ。なんか割とだから私は最後の方っていうか今もだけど、多分そんなに変な人いないけど、 NGT がさこう来てる月ってさ、やっぱ見たい、そうなんか一目会ってみたいみたいな、お試しみたいな人たくさん来るじゃん。なんか それまでいろんなこうしてた人たちがこう来たりするじゃん。そういうのでやっぱね、認知されたくてすごいぶっ飛んだことする人とかもいる。そう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 、なんか握手しない人もいたし、俺はリカちゃんが選抜に入ってからじゃないと握手しないからみたいな。そうですか、ありがとうございます。今ハンカチ噛んでんじゃない、握手しとけばよかったって。俺はリカちゃんが AKB の選抜に入るまでは握手しないから。なるほどっつって、
かっこいい握手の仕方どういうこと、かっこいい握手の仕方ってどういうことみたいなそういうこと、かっこいい握手の仕方の人は、ね、いないですね。はい、3人に1人の割合でピチティでチクポッチしてるおじさんが現れます。妖怪チクポッチ割合高すぎえ、でもめっちゃ可愛かったのがめっちゃ可愛かったのが大釜で私がそれを言ったんだよ、ショールームでてかみたいな。正直言うけど、なんかおじさんでピチティーできてなんか乳首が浮いてる人は何なのみたいな話をしたわけ。でその後すぐにこうそのなんか大釜で来た人がいたの、その状態でね。でなんか大釜って夏だから冷房効かないんだけど暑くて、でみんななんか結構暑いみたいな感じでなんか具合悪くなっちゃう人とかもいたんだけど、でなんかその話をした後のちょうどお話し会だったので、なんかこうやって入ってきてこうやって入ってきて、え、どうしたのって聞いたら、いや俺ねみたいな、結構ブカブカめの T シャツを選んだはずなんだけどみたいな、ちょっとなんか汗かいてチクポッチしちゃっててみたいな、リカちゃん嫌いでしょ、だから隠してきたんだって、ちょっと可愛いと。そうだよね、別にいいよ大丈夫だよみたいな、いや今から GU に行って新しい T シャツ買ってくるからみたいな、本当ごめんね、この場だけ間に合わなかったのって言われて、すごいなんか申し訳ない気持ちになって、え、いいよ全然気にしないよみたいな言ったんだよ。汗でもね仕方ないよね、暑いもんねみたいな感じで言ってたのでもめっちゃ気にしてて、その人めっちゃ申し訳ない顔で、え、本当にごめんねみたいな言ってきて、ちょっと可愛くて、なんか悪い人ばっかりじゃないんだなって思った悪い人ばっかりじゃないんだなって思いました。うん、なんか結構ブカブカめの来たんだけどみたいな、うん、いい人だった、ただの全然大丈夫だよみたいな言ったんだけどね、すごい気にして、次の時には厚手の GU のしかもなんか XXL ぐらいのでかいってきてブカブカやんみたいなの着てきてて、すごい可愛かったです。うん、この前間に合ったんだみたいな、あ、よかったねって言って、うん、もうこれで大丈夫だねみたいな言ってて、ちょっと可愛かったね。うん、しかもなんか何がツボだったかって、こうなんかあんまり T シャツをこう揺らさないようにこう小股で入ってきてちょこちょこちょこって歩いて入ってきたのがちょっと面白かったちょこちょこ歩きでこうやって来るわけだからさ、なんかちょっとなんか温泉入る前の女子みたいな、そう可愛かったんだよね、うん、できる限り T シャツを揺らさまいとして可愛いよね。だからそういういい人もいるよ、世の中悪い人ばっかりじゃない本当に私が卒コン発表前に一番辛くて、なんか卒業だから泣いてると思われてたんだけど、スタッフにはじゃなくて、卒業でみんなと会えなくなるのが寂しいから泣いてんのかと思ったって言われたんだけど、荒木さんに、荒木さんって言っちゃった、荒木さんになんか違ったんだけどえ、そう、普通になんか
卒コンやらないのみたいな、めっちゃ聞かれたの、その時期ね、発表してなくて。で私自身もそのなんか運営にギリギリまで場所がないからできるか分かんないって言われてたから、え、なんかできるか分かんないんだよねって何回も言ってて、その握手会じゃなくてお話し会で、オフラインかで言ってて、でもなんかいっぱい聞かれすぎて私が泣いちゃったのね、もう辛すぎて。だって私も分かんないし、そんなこと聞かないでよみたいな、私だって期待に応えられなかった時辛いし、なんかもしもねその卒コンがなかった時になんかみんなにどう謝っていいか分かんないし、なんかそういうのでなんかプレッシャーかけられたくなくて、ですごいセンシティブな時期だった、私自身も。なのになんかそれをめっちゃ聞かれて、卒コンとかないのみたいな、めっちゃ嫌だった、あれすごい嫌だった。でそれでなんか、え、わかんないみたいな感じで言ってたんだけど、なんかあまりにも聞かれすぎて私が泣いちゃって、でなんかまあ運営も勘違いしてるぐらいだからファンの人も勘違いしてて、なんかリカが泣いてるじゃん、年に入った瞬間に、もそしたらなんか、そうだよね、悲しいよねみたいな、なんか知ったような口聞きやがってって感じは私からしたらお前らのせいだよって思ってたんだけど、そうなんか、そうだね、俺も会えなくなるの寂しいみたいな、でも大丈夫リカちゃん、心の中に俺はずっとリカちゃんのことを置いておくから大丈夫みたいな、いや私心にずっと置かれるんだみたいな心にずっと置かれるんだ、置いておくって何、もしかなんかその心にずっといるからとかなら分かるけど、心にずっと置いておくからって言われて、置いておかれるんだ私みたいな泣きながら、でもなんかもう喋れなくて疲れすぎて、なんかまあ、よかったありがとうみたいな感じで適当に言ってたんだけど気もでもなんか本当面白かったな、あの日のお話し会。泣いたり笑ったりしてた。でもファンの人って本当に変な人いっぱいいるよね。2割は割となんか私がまともに育て上げたんだけど、なんか私が育てすぎて特殊な教育を受けさせすぎて過激派と、あとなんか無駄にすごいおとなしい人が増えちゃって、そうそうそう、会話の内容はイカれてることが多い。だからイカれてても気づかないんだよね、会話の内容が。だからなんか剥がしイケメンじゃないっていう話をした時もなんかみんな甘んじて受け入れてたし、なんか最後にはでね、剥がしイケメンじゃないみたいな、面構えが違う私多分こうし、そう、中井梨花っていう人間はいっぱいいろんなところに地雷があるから、それを踏まないでおこうぞするばかりにすごいなんかおとなしい人も増えて、なんか配信見てるだけみたいな、なんか俺なんかのコメントで気分を害してほしくないみたいな人も一定数いてだからなんかお通夜みたいな卒コンが行われたんだけど卒業公演ね、この話するとみんなすみませんでしたってなるから私2割に一生根に持つからねって言ってあるから、卒校の話するとみんなすみませんでしたそりゃそうだよね、みんなが悪いよね、私これ一生根に持つから、墓場まで持っていくから、
卒業公演おとなしすぎた件、あとアンコール早すぎた件、生きてる限り言い続けるからね死ぬ間際まで言うから、死ぬ最後の一言、卒業公演おとなしすぎだろって死ぬからうん、来世まで呪う編集時間過ぎそこまで言ったらもうそれが心残りで私幽霊になりそうなのに、何してくれてんのみんな。この世に未練があるとしたらそれなんだけど私その頃私は向こう側でそれを聞きそうだ向こう側にいる人の方が多いか、なんとなんとね、でもシュープレ初めて予約してみたとか言ってる人多くて可愛い、ありがとうございます。あら可愛いの多いわ。まあほぼ向こう側やろな。大丈夫、大丈夫、リガメどうせこんなに変色だから早死にするクリープめちゃ食ってるから早死にする、大丈夫。あっちでお茶会の準備しとくね。みんなで長生き、長生きもうしたくないよ、だるいみんなで長生きしたくないよ。2割だって金鶴しか飲んでないから結構早いと思うよ。いやそういうお酒はさ割となんかなんていうの、飲んでてもみたいなところあるけど、だるとおっしゃりながら長いギャルすぎだろ、80何歳でマジダリーキンのでもそんなファンキーババアになりたいんだよね私、ファンキーババアになりたい、でかいバイク乗りたいもん老後いつまで生きるんこれ、だるすぎやろって言ってそう紫の髪のでオールバックでハーレー乗ります、そうそういうファンキーババアに私はなりたい。リカちゃんはなってそうだよね、わかる。ファンキーババアになる。そして武勇伝を語る
公民館で近所の公民館で分かる。70歳まで生きたらギター始めようと思うもん私70歳まで生きたら70歳からギター始める。うん、だって暇そうだし毎日。今からでもいいよ。いや今からはちょっと早い、行き急ぎすぎてる。今から始めてずっと好きで続けることができるものってもうほんとないと思うの。だ常に私は新しいものに何かをこう心躍らせたいからだからなんか今みたいなタイミングでそれみたいなものを始めたいわけえ今からみたいなタイミングでそれをみたいなものを始めて、なんか刺激のある毎日を送りたい。70で、そうそう、70で、60ぐらいからバイクに乗り始めて、70ぐらいでギターを始めて、そうそうそう、50歳はドラム、40歳はバレエ エレキギターで何言ってんの、当たり前じゃん。でっかいアンプつなげて、もうでってってでってってで一番最初に弾くやつ、ギター始めたら一番最初に弾くやつそれにする。あれ弾きやすいんだよで80歳からゲーム実況始めるこれはこの線はどこにつなぎゃいいんや。ちょっと孫、俺どこにつなげばいいのあこっちか、これか。それは満たすぎる。死んでます、みんなは死んでます年考えてください。私が80歳の時何歳ですか、いくら医療が発達してたとて寿命には勝てん。いやそれやったらめちゃく結婚したのか、結婚するよ絶対にね、富豪と大富豪と結婚するんだ。それでお城に住むっていう夢があるか、リカ姫。私はおそらく長岡市、長岡なら近いよ、富山から3時間ぐらい車で。お城からのゲーム実況強すぎる。ここ Wi-Fi 通ってないんだけど、孫が
そしたら東の塔じゃないと Wi-Fi 繋がんない、あ東の塔ね、了解、遠くねってなるやつぐらいまで広い城買う。東の塔ってどうやって行くんだっけっていうところまで広い城を買う、うん、もうちょっと Wi-Fi つけないもっといいルーターじゃあもうみんなは生きてその時私の城で使える家来になって Wi-Fi をつなげる業者で行ってください。じゃあお願いします。羊みんなイケメンなんだ。え、そうだ、イケメンパラダイスみたいにするから。イケメンパラダイスになるから。そう。堀北真希になりたい。どなたか電気設備工事型おられませんか。チャドロはちゃんと雪が降ったら城の周りの雪を除雪するジョタロになるんだ。スーパー早い Wi-Fi なんとかしてその頃には 50G ぐらいになってるかな。その頃には 50G ぐらい、 50G だったら東の塔からでも届くくないね、知らんけど、うん、不幸中の Wi-Fi。 50G に並ぶ向けてね、わかる。未来は明るい、未来はいつも。鬼のねえねえ、これ何百回歌ったの、何百回歌ったと思えないぐらい今思っちゃった。未来はいつも。ねえ、わかる。やばい、プリソン歌わなきゃすれたと思われる。プリソン歌わなきゃ、プリソン歌わなきゃすれたと思われるから。 NGT 新曲出してないの、さすがにまだ出してない。 NGT の新曲出たらそれがまだ出てません。3月かな。無理そうに取られすぎて。何がいいですか。ちょっと待ってね、ゆっくりすぎ。はい、すれたと思われる、歌わないと。ああ、もうプリソンも歌わなくなったのか、すれたなって思われる。何がいい？プリソン。マックス時でいい？プリリを閉じて。ああ、プリリを閉じてね。プリリを閉じてで、ね、検索しそうになった人。瞳を、はいはいはい、ランキング先はどこかな。7位が元木さん、6位がビスコさん、5位がチャタロウさん、4位がリュウジさん、3位がティンカーベル、3位がホリモキバーガーさん、1位がたたずみのフォッカーです。ありがとうございます。
り笑いをやめて、思いプリプリをプリを、肩のプリプリ消し去ろうと願うたびに、心がプリプリ君をプリプリてる。 You're forever 瞳を閉じてプリ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 、それだけで週末を。